はい、こんにちは。梅花チャイルドケアコミュニケーションズの松原美里です。今日はですね、社会のためにっていうお話をしようかなと思っています。社会のために、何のお話かっていうとですね、私たちこうやってお仕事してると一生懸命やるんですけども、なんかだんだん自分が怖くなってきたり、でも自分を超えようと思ってチャレンジをしたりするうちに、何のために頑張ってるのかだんだん分かんなくなってくる時ないですか。こんなにやってるんだからもういいだろうっていうふうに自分で思ったりとかもしますし、振り返った時にそこに道ができてるからもうここでいいんじゃないかっていうふうに自分を解放したくなる時もあったりもするんですよね。でもちろんそれはいいことですし、で一方で自分に甘くなってしまったりとか、もう自分はここでいいんじゃないかっていうふうに思ってしまって、もしかしたらその先に待ってるかもしれない人のところになかなかチャレンジが行き届かなくなる、なかなか手が届かなくなるっていうこともあるのかもしれないです。そんな時に私がいつもふっと立ち返るのが、社会のためにっていう視点を持ってみるといいよっていうお話なんですね。これは何かというと、私が事業の構築を学び始めた頃にですね、ふみとさんっていう方に事業構築を教わっていたんですけれども、その方がいろんな異業種の方の交流会に行くといいよっていうふうに教えてくださったんですね。で、そう言われるのであればじゃあ行ってみようと思ってですね、その当時沢上信託の沢上敦人さんの講演とあと交流会っていうのがこうセットになっている場があったんですね。全然当心とかは分からなかったんですけれども、まずそういう意識を持っている方のいる場に足を運んでみるっていうのが大事なんじゃないかと思ってですね、まあ、当時何か私もよく分かってなかったので、まずいいワンピースを着ようっていうことで、黄色いなんかこう春の花のついたひらひらしたワンピースを着てですね、なんか全然場違いな場に行っちゃった覚えがあるんですよ。でそこでお話を聞いてすごく良くてですね、沢上さんの本何冊も買って読んだりもしたんですけれども、お名刺交換の時間になりましたと。でみんなビシッとしたこうスーツを着ている方たちで、そんなひらひらしている私のね話を聞いてくれる人なんていないわけですよね。で、まあ、まずはこの場の空気になれようと思っていろいろこう自分なりに場を見たりとかやってるんですけれども、まあ、その中で一人なんかすごくエネルギーが素敵な方がいらっしゃったんですね。で、じゃあお名刺交換だけさせていただいてもよろしいですかって、いろんな方とお話をしている様子がすごくこう温かくて、でかつなんかこう未来を切り開いていくようなそういうエネルギーのある方だったので、なんか素敵だなっていうふうに思ったんですよね。でもしよろしければどんなことされてる方なんですか教えてくださいっていうところで、私自身はこの間まで児童養護施設に勤めていて、コーチングを学んで少しでも保護者支援だったり子どもの未来のために何かできないかと思ってるんです、ただやり方がまだ分からなくてっていうお話をした時に、その方は当時 J ブレインっていう株式会社の人をこう育てて人をいろいろ派遣したりっていうお仕事されてる修行さんという方だったんですね。でその修行さんのお話を聞いてる中で、なんかすごくハートフルなで情熱的なお話をしてくださったんですよね。でそれを聞いてて、なんか私猛烈にこういう素敵な大人の人を子どもたちに会わせてあげたいなって思ったんですよ。で自分で足長おじさんプロジェクトって呼んでるのを自分で立ち上げてですね、IGN、 私がこの間まで勤めていたっていうその2年前だったのかな、その当時は児童養護施設の先生に電話をして、すいませんってすごい素敵な人見つけたんですけどって、子どもたちに話聞かせてあげたいので、なんか給食の後とか時間もらえませんかねって言ったんですよね。そしたら、あいいよ、松原お姉さんがいい人っていうならいい人なんだろうね、じゃあ給食の後この日だったらいいよおいでって言ってくれて、夜の7時ぐらいからだったかな、おやつ後の日曜日の夕方だったかな、夕方4時ごろだったか分かんないんですけどもね、そのぐらいの時に修行さんに来ていただいて、でこれまでの生い立ちからどうして会社を起こしていったのかとか、どんな未来を見ているのかっていうお話をしてもらったんですよ。無償です、なんと。で、すいませんって、本当にお金ないんですけどって、いや本当にお金ないんですけど、でも全然いいよって、
むしろそういうことができるのが自分にとっては社会に少しでも役立てるって喜びだからっていうふうに言ってくださって感動だったんですよね。私すごくいいお話だと思って聞いていて、で子どもの中にはちっちゃい子はまだ分かんないんですよ。でも大きい子たちはへーってこういう大人もいるんだっていう顔をしていて、なんか少しでも心の金銭に触れることがあったらいいなって思ったんですよね。その時のことは当時のブログに書いているので、この後このこう詳細の欄にリンクを貼っておこうと思うんですけども、で帰り道ですね、修行さんが今日ありがとうございましたって私がお話をした時に、松原さんはこれからどうしていきたいのって言われたんですね。でどうしていきたいのって自分なりにはあの子供のために何かできることと思って片っ端から武器を拾って走ってる感じなんですけどって、もう何していいか正直わかんないんですよねっていうふうなことを言った時に、あのねって自分で制限を作らない方がいいよって言われたんですよ。制限って何ですかって、制限も何も私何ができるのかさえわかんないんですよっていう話をしたら、いやいいんだよって、むしろその方がいいかもしれないって、私なんて自分なんて私はここまでだって思った時点で人はそれ以上行けなくなるからって、でもそれはねって自分の領域なんだよって、自分がここまでって決めている自分の領域で止めてしまったらそれ以上に器に水は入らないよねって、自分の器なんてこの人一人分しかないんだからすぐにいっぱいになっちゃうんだよって、だから自分一人だと思わずに社会のために自分を超えて何かを作り出すようなお仕事をしなさいねっていうふうにおっしゃったんですよ。で当時はあーってよくわからないけど分かりました、そうしてみますっていうふうなことを伝えたんですね。で数年後ですね、やっぱりこういろんな自分なりに個人事業主で営業をしてみたりですとか、あとこうブログ書いたり自分で主催したりで講師をしたりとかしながらも、ある時に自分の限界に気づくんですね。仕事が来れば来るほど嬉しいですし、自分が役立てるって喜びも、そして目の前の人が喜んでくれる人生が変わっていくっていう手応えも感じるんですけれども、時間は有限です。できることも有限です。どんなに頭で思い描いても自分の領域で時間が足りなくなるんですよね。時間は足りないし、やりたいことはあるしって、ってなった時にすごく悩んだんですよ。で分岐点があって、自分の身の程でいいんじゃないか、身の丈で収まるお仕事でいいんじゃないの、そんな大層なこと考えずに謙虚に生きようよっていう風な自分もいたんですよ。で一方で謙虚に生きるのはもちろん大事なんだけれども、今ここまでしかできないよねって、この中で最適化するのもいいけれども、でもその先の未来に本当は一番やりたいことがあったんじゃないのっていうふうにふと思ったんですよ。その時は講演活動だったり、自分のそういう講師、あとは保育コミュニケーション業界もどうしようかなと思ってる時期だったんですけれども、でも私が本当に届けたいのは未来の子どもたちのキーパーソンになる大人が輝く社会だったんですよ。そういう大人が増えていった時に、もっともっと子どもにとって希望あふれる社会が作れるんじゃないかな、そこを目指してどうしていいかわからないけど走ってきたんじゃなかったのかなっていうふうに思ったんですね。でそう思った時に人様の力を借りるっていう選択肢が出てきたんですよ。無理無理、私なんて、私が人を雇用するなんて無理とか、雇うなんてお願いするなんてそんな器じゃないっていう声も聞こえたんですね。で一方でそんな器って誰の器なのって、もしかしたら私自体社会の一部として体を借りてるだけなんじゃないの、そんな風に考えた時に、あっていう風にあの時の修行さんにいただいた言葉がつながってきたんですね。そうか、社会の器にしよう、というところで私の枠にとらわれずにどんな社会を作りたいのか、そのために自分はどうありたいのかっていうのを立ち止まった時に自分の中で選び続けるようにしてきたんです。そうすると不思議とエゴだったりとか
無理無理とか、私なんて傷つきたくない、怖い、できない、そういうエゴだったりとか、あとこう何か調子こいてしまった時ですとかね、そういう時にはって、まあ、私じゃなくって社会だよねっていうふうにブレてるところが戻りやすくなるんだなっていうことを今発見しています。で、いろいろお仕事を続けていく中で、これはぜひ皆さんに分かち合いたいなって思った感覚だったので、今日はお話をさせてもらいました。聞いてみていかがでしょうか。自分一人の力って思うとね、小さいかもしれませんし、できることには限界があるんですけども、社会の一部として自分の体や器を借りてるんだって思うと、もしかしたら魂の可能性もっともっとあるのかもしれないですよね。そういう形でいろんな方と手をつないで素敵な社会作っていけたらいいなって思ってます。わかるよとかいいねって思ってくださったら、ぜひいいねボタンとそして登録よろしくお願いいたします。松原美里でした。またお会いしましょう。